に感じて、普通に束のクロス、そう、それで引っ越して、パン。そう、これでも同じことです。はい。そう、そう。3、1、2、そう、4、5。縦のことは一緒。はい、もう一緒。で、はい、5。そう、ただ、これ、普通に歩くよりも、はい、多分こっちの方が、相手にピクッとすると思うんです。ピクッとします。はい、逆にこれで、これはそれで相手にこう中段を警戒するんで、はい、そしたら、はい、中段警戒したら実はこう殴る、上でも殴るとか、あ、ね、はい、これで、はい、ここと下げてここで殴れば、ここだったものがこっちにこう外すっていう感じで、あ、そう、蹴らずにすぐ足をみたいな感じで、足をここまで上げるんだけど、膝を高伸ばして下ろす。そうそうそう。まだ本当に蹴ると思ってます。はい。蹴るんだけど足は出さずに。はい。じゃここだけ。ああ、膝を上げてますね。膝上げます。はい。肩だけ伸ばします。そうそうそう。足がつく瞬間に。はい。パンって感じ。そう。三。じゃあ行きます。はい。そうそうそう。って感じ、そうそうそう。はい、またこう詰まってきたな。あ、なるほど。これはフェイントとして使えるわけですね。これで消しても構わないし、蹴らなくてもいいんで、こんな感じで、これでビビらせれば、はい、ビビってガード、このガードが下がるとか、下がれば上が開くんで。これはまあ要するにこう、はい、応用編ですね。